言ったでしょう。私の母は5人の男に殺されたって。その中に俺が入ってんのか。見てるわね。あなたの大事な家族が壊れていくの。壊れる。音を立ててね。母さんが5人の男に殺されたっていうことを高南総合病院の理事長に話してるみたいなんです。それって宣戦布告。その理事長、4人目のターゲットかも。ええ、そうです。高南総合病院の理事長です。そんな悠長なこと言ってる場合じゃないんです。今すぐ所在を確認したいんです。だから分かる方いらっしゃいませんか。住所分かった。俺行きます。岩木は他に行きそうなところ当たって。あ、終わりました。すみません、分かりました。はい、お願いします。はい、理事長が自分の家に火をつけたの？ご家族は？奥さん、離婚届を置いて出て行ったみたいです。え？家が火事になって病院に運ばれたと知らせても、もう関係ない人だと。そんな。あなたが助けてくださったんですか？はい。須藤さん、大切なことなので少しお付き合い願えますか？はい。2007年の2月28日、あなたと網浜早紀さんとの間に何か接点があったはずなんです。どんなことでも構いませんので、何か思い当たることはありませんか？1年前の2月28日は一人でうちで食事を作って食べていた。あの女、そ
そう言ってました。2年前は夜勤でした。3年前は母の暮らした家を見に行きました。4年前はお墓参り、5年前は日本にいたくなくて旅行に行っていた。6年前は母に会っていました。母に、やっぱり亡くなった時一緒にいたんだ。須藤さんは何をしていたか思い出せませんか？病院に関係のあることだと思うんですが。病院。あなた、カズ君が、カズ君がどうしよう。どうしました？須藤さん。大丈夫ですか？ミント、ナースコール。大丈夫ですよ。この緑のラインが新田明美さんを乗せた救急車が通ったルートです。みんな相川町を通ってるんです。同じ時間に救急車で運ばれてる間に何かがあった。そういうことだと思う。野村先生、中川さん、本田、須藤理事長、5人の男に殺されたと思ってるならあと1人残ってる。次に狙われるのは番組は、ライオン、トヨタと、このワインね、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。今度はハヤトが選ぶの。お母さんは最後の最後にあることを言った。母さんの最後の時、
一緒にいたんだね。いたよ。母さん苦しまなかった？最後に何か言ってた？ハヤト、どうしてハヤトはお母さんを殺したと思ってるの？どうしてそう思うの？俺が、母さんの腎臓をもらったから。母さん、心臓に疾患があることを隠して負担を考えたらやっちゃいけなかったのに。でも俺のために手術を。だから俺は姉ちゃんの大事な人を奪った。俺にとっても大事な人だったけど、何も知らなくて。それで私が君に復讐しようとしている、そう思ってるんだ。座って。今日は思い出を聞かせてほしくて、だから電話したの。ハヤトの家族の思い出あるでしょ、たくさん。例えば、そうね、初めて補助なしの自転車に乗れるようになった日、デパートの屋上で遊んだこと、七五三へはお参りはどこへ行った、幼稚園の送り迎えはお母さんだった、夏休みは毎年どこかへ行った、海、プール、山登り、遠足のお弁当は美味しかった。楽しい思い出がいっぱい。君のたくさんの思い出、たくさんの幸せ、それは全部私の不幸の上に成り立ってるのよ。今までもこれからもずっと。姉ちゃん、それを言いたくて私は君に会った。お母さんは最後の最後にあることを言った。でも絶対に教えない。ハヤトはずるいのよ。このワインね、どちらかを飲むと死ぬの。お父さんとお母さんと一緒に過ごせる人生を当たり前だと思ってたでしょ。姉ちゃん、選んでもないのに
生まれた時から簡単に手に入れて。だから今度は隼人が選ぶの。どっちがいい？俺は自分が特別に幸せだなんて思ったことなかった。普通だと思ってた。でも間違ってた。俺は幸せだった。姉ちゃんの言うように、姉ちゃんの不幸の上に成り立ってた幸せだけど、でももし、もし人の幸せの分量が、一生の幸せの量が決まってるんだとしたら、姉ちゃんだって、これからの姉ちゃんだって、何もできなくてごめんね。本気にするなんて。いい子ぶっちゃって。出てって。君のたくさんの思い出、たくさんの幸せ、それは全部私の不幸の上に成り立ってるのよ。
ちょっと今日テーブルに、すいません。よいしょ。ああ、そうだね。こちらが一番人気のランチプレートになりますね。はい、うん、うまいうまい。あのピクルスのサンドイッチと、はい、ベーコンのサンドイッチになります。サキさんから一度も連絡ないの？病院も辞めてマンションも引き払って静岡の実家にも一切連絡がないなんてな。俺は、うん、母さんが亡くなって姉ちゃんの存在を知ってからずっと会いたかったんです。だから会えた時は嬉しかった。本当に嬉しかったんです。でも姉ちゃんはあの人たちの人生を狂わした。警察には捕まらないかもしれないけど、あんなことをして、俺はただ喜ぶばっかりで、姉ちゃんが何を抱えどう生きてきたのか何も知らないバカでした。彼女の罪は彼女の罪なんだよ。兄弟だろうが関係ない、関係ないの。でももう姉ちゃんに会う前には戻れません。子供の頃のこと、父さんや母さんとの思い出、思い出したくもありません。新田さ、入社するとき面接で言ってたじゃない。将来は真実をみんなに伝えられるようなジャーナリストになりたいって。そう思ったのはさ、それまでの新田の歴史があったからね。何を見たら嬉しいと思う？何を見たら悲しいと思う？何に対して許せない？感じ方も考え方も全部これまでの自分が作ってきたの。出会った人や別れた人、いろんな人たちとの関わりの中でさ、自分の人生を作るのは自分なんだよ。どんなに苦しくても乗り越えるのは簡単じゃないけど、一生懸命生きてる人たちはたくさんいるの。いた？自分の思い出はさ、自分のものなの。誰も取り上げることなんかできないんだよ。姉さん、今頃どこで何してるんだろうね。
なんか夢みたいだな。パッて現れてあっという間にいなくなっちゃって。ここが隼人の育ったお家？うん。この庭にダイヤモンドリリーの花が咲いてたんだ。手紙？お母さんへ。私ね、隼人に会ったんだよ。肉じゃがを作ったよ。私が好きで作った肉じゃがをね、お母さんの味と同じだってとっても喜んでくれた。こうしてお母さんに手紙を書くのは、楽しい会話をしてるみたい。姉ちゃん、お母さんへ。ハヤトがね、お父さんとお母さんの写真をくれたよ。ハヤトの高校の卒業式の写真。お父さんもお母さんも笑顔だったね。ほら、ハヤトは真ん中真ん中。いいよ、うん、そうよ、ハヤト今日は主役なんだから。あんなにちっちゃかったハヤトが大人になったよね。私もたくさん思い出を持ってた。お父さんとお母さんとの家族のこれまでのことをずっと考えてたから、その分たくさんの思い出があった。お母さんへ。お母さん、2月28日です。お母さんに会えた日です。そのお花、ダイヤモンドリリーって言うんですよ。花言葉知ってます？いえ、再会を望む花で、また会う日を楽しみにって言うんです。
胸の痛みを訴えて倒れていました。今のバイタルサインは血圧90の56、サチュレーション 91%、 レート93です。大丈夫です、すぐに病院に着きますからね。どうしました？なんだあの男、どうしてくれんだよ、ふざけんな。ちょっと行ってくるか。お願い、早く早く。レート伸びてきてます、急ごう。あれ、緊急車両が通ります、道を開けてください。聞こえないのか、ヘッドホンだ。どいて、どいてよ。この先、左折して脇道に抜けましょう。救急車が左に曲がります、救急車が左に曲がります。あの車が邪魔で行きません。くそ、どうなってるんだ。遅れても必ず行くから、しょうがないだろう、仕事なんだって。白い乗用車の運転手さん、車をどけてください。白い乗用車の運転手さん、車をどけてください。分かってるよ、ユキ。また電話する。これから受け入れ予定の救急患者がいますので、空きのベッドがありません。俺の息子だぞ、そんなんどうにかしろ。はい。そんな、くそ、どうしました。江南総合病院、急に受け入れ不可能って。何ですって、そんなこと。どうして、わかりました、お願いします。港区の白波医療センターだ。白波医療センター、ここから20分か。サチュレーション 85% に下がってきています。酸素流量を上げろ、それからアンビューバッグ用意しとけ。はい、大
丈夫だからね。すぐ着くから。すぐだから。サチュレーション 80% に下がりました。聞こえますか？聞こえますか？気道確保の準備をしたいので病院に問い合わせ願います。分かった。大丈夫、もうすぐだから。頑張って頑張って頑張って。お母さん。はやった。ご家族の方ですか？いえ。Forgive me for the wrong that I've done. Wash my sins away. I'll be there wherever you go. 母は？こちらでお待ちください。ハヤトはずるいよ。ハヤトはずるい。やっと会えたのに。母さん、私はやっと。Till the world makes no sense, she'll destroy you like the wrath of a storm can blow your life. やっと会えたのに。I'll hunt you wherever you go. I stood here alone in this world. Forgive you. I need you to know. I curse you.怪我しちゃってさ、救急車で病院に運ばれたんだよ。え？あ、親父の病院。全然大したことなかったんだけどさ、念のため検査入院だってさ。うん、分かった。じゃあまたな。何時頃？え？君が運ばれたのは何時頃？3時過ぎかな。和重。お前は全くみんなに迷惑かけて。親父。そうよ。でも本当に良かったわ。大したことなくて。ああ。お父さんに感謝しなさいよ。うん。もう無茶すんなよ。分かったよ。本当に心配したんだからな、お前。でももう本当に良かった。
一度でいいから、一度だけでも。はやっと、先って呼んでほしかった。目をつぶるといつも同じ光景が浮かぶ。ハヤトが肉じゃが早く食べたいって本当にハヤトかしら。バレた腹減ったもうすぐできるからお父さん呼んできて。はーいお父さんがいて、お母さんがいて、ハヤトがいて、できたよ。私がいて、よかった。よし。いただきます。いただきます。いただきます。そんな日常が、うん、うまい私にとっての大切な思い出。いつかまたね。姉ちゃん。すぐですね。ええ、男の子？女の子？男の子です。名前もう決めてるんです。この番組はライオン、トヨタとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。7月17日に発売するこのドラマのブルーレイと DVD を抽選で各10名様にプレゼントします。詳しくは番組ホームページまで。